朝日新聞社朝日新聞出版株式会社朝日新聞出版は日本の出版社朝日新聞社の完全子会社2007年9月末に解散した朝日そのラマの出版物事業商標債務を引き継いだ朝日新聞社は2008年4月1日に朝日新聞社出版本部を分離し設立本社は旧出版局と同じく 東京都中央区築地5丁目の朝日新聞東京本社内に置かれる。企業ロゴマークは従来からの朝日新聞のロゴ、車掌は使わず、ローマ字の朝日を前面に押し出したものである。1962年設立の朝日出版社とは無関係。新聞社の出版部門が分離、独立してできた出版社に日本経済新聞出版社、毎日新聞出版、 産経新聞出版がある。従来、朝日新聞社が発行していた、朝日新聞、朝日新聞宿冊版、論罪以外の観光物の編集、販売等の出版機能をすべて継承した。宿冊版は販売機能のみ受け負い、他の機能は朝日新聞社本体に残る。各出版物は全国の主要な書店のほか朝日新聞参加の出版社であることから、 朝日新聞線売宅廃書 ASA での購入、取り寄せも可能である。ありがとうございます。